はい、こんにちは。スプレーアートのみなちゃんとペラちゃんです。今日は型紙があるからこそちょっとできる、うん、面白い、うん、何アートっていうのこれ。何アート、これ見て、これこのプラスチックの透明なやつがあるんだけど、はい、やったことあるけどもう遥か昔すぎて覚えてないからちょっとやってみるか。以上、OK。 まずじゃあ紙に書いたバージョン、紙に書いたバージョン、紙に書いたバージョンやっていきましょう。はい、はい、ベロちゃんもう分かったね。うん、なんでしょう。いこう、ユニバース。そうそうそう、わお、一気にやばくない。ねえねえねえ、え、すごい、ほらほら、なにこれ。なんかやり方ちょっと変えた。このね、硬い紙でね、初めてやったの。なんで初めてやったか知ってる？うん、なんでだと思う？ね、チラシがない。そう、チラシがね。でも逆にさ、綺麗。うん、なんかあのね、今マジでびっくりしてる。うわ、チラシねえのかよ、こんなにできるわけと思ったらさ、なんかめっちゃ良くない？めっちゃさ、なんか形がちゃんと普通に、うん、なんか岩のあれみたいな。そうそうそう、え、すごくない？すごい。ちょっとね、びっくりした。この10年やってスプレーアートを初めての発見。背景そんながっつりやんないけど、うんうんうん、まあ、こんな感じでね、まあ、比べるね。あ、そう、メロちゃんは、うん、日本の文化で、うん、何かびっくりしたことありますか？文化？うん、うん、あります。何ですか？例えば、箸と箸はダメ、食べてるときに。お箸ね、ご飯食べるときに、うん、箸で渡しちゃいけないね。そうそうそう、それ不思議、不思議。メキシコいい？メキシコは箸がないけど、まあ、スプーンでも大丈夫。大丈夫。他には、他にはびっくりしたこと、うん、はいって言っても、こんにちはって言っても誰も答えてくれない。そうだよね、歩きながらね、はい、こんにちはって言って、うん、誰もこんにちはって言わない。この前ね、ベロちゃん、この前とか初めの頃さ、コンビニ行ってさ、うん、そう、コンビニ行っていらっしゃいませって言ってさ、うん、こんにちはって言ったらさ、は？そう、無視。なんで そう、そうで、なんかコンビニの人がいらっしゃいませって言うじゃん、うん、なんで誰も、うん、返事しない、何も言わない。そう、そうか、そうか、でも失礼だよね。そう、失礼だ。メキシコだったらさ、いらっしゃいって言ったら、へえ、こんにちはみたいな言うもんね。絶対言うもんね。そうそうそう、言わなければ、なんで。そうだよね、言わなかったら何ちゅうか客だって感じだよね。そう、物売らないよね。そうね、そうだよね。だ、普通にこんにちはって言ったら、うん、こんにちはって帰ってくるよね。うん、そうそうそう。で、コンビニでもいらっしゃいませって言われてね、うん、こんにちはって言ったら、は？そう、なんだって、なんだお前って感じだよね。そうです。完成しました。かっこいいね、こんな感じ。とりあえずこんな感じ。これが、とりあえず普通にかっこいい紙。なんか新しいテクニックを手に入れたね。手に入れたね。びっくりしたね。そういうこともあるね。そう、そういうこともある、本当に。次はね、プラスチック、まあ、ガラスでもできると思うけど、ちょっとどう、いつもと違くない？もうすでに。あ、何が違う？ね、うん、反対、なんていうの、反対だよ。はい、一番最後の形には、最初の形に。そう、これガラスがいいな。海が嫌いか知ってる？あ、間違えた。間違えた。マジで間違えた。今分かった。分かった。やっちゃったね。ちょっとやった。はい。そっかそっか。分かった？目の位置もちょっとずれちゃった。え、でもかっこいいよ。かっこいいね。でもやっちゃった。目の位置がちょっとずれてる。目がいっちゃってる。どう？一回、はい、おい、そっか、今わかるね、色がね。うん、色がね、違うでしょ。いけるか、消せるか。え、
なに、サメどこ。もう一回挑戦します。タタン。かわいい。めっちゃかわいい。やばいね。こっからはマジで俺もわかんない。本当に頭に向こうがどうなってるかもわかんないもんね。もう分からない、見えない。分からないね。多分合ってると思うんだよ。これできたらマジで次のレベル。次のレベル。ふう。じゃじゃ。うん。結構いいかも。結構いいかも。どうも。うん、結構いいと思う。ははは、なるほどね。やるなよちゃん。やるなこれは。あ、これ多分ね、やばい。これガラスやりたい。ガラスにやりたいこれ。見ちゃめで、また見ちゃめで。見ちゃいけない。まだ見ちゃめで。もうさ、全然これね、うん、これちょっとやっていいんじゃない。いいね。うん。あって感じじゃん。やってるの。あ、こっちは。あ、ごめん。さすが。メロちゃんの目は違うね。はい。そしてね。これがちょっと不安。これの順番が、うん、合ってるのかな、不安。メロちゃん。あの、どうかな。多分存在してそうだけど、この後。でも俺は自分で編み出してしまった気がする。多分あるんだと思う。あるよね、絶対ある。あると思うけど、この途中まで知らなかったじゃん。うんうん、わかる。そうだね。はい、かっこいいよね。はい、完成でございます。ベロちゃん、はい、やっちゃったよ。やっちゃった。ああ、何がやっちゃった。これはね、何アートって言うんだろう。反対アート。正解、反対アート。うわーやばくね。やば。え、めっちゃかっこいいんだけど。めっちゃええ。なんかいつもと違う。愛すべきベロちゃんに1億円で。1億円。え、1億円。俺の愛のさ、気持ちってさ、うん、1億じゃ足りない。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。はい、コメントいただけたら本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、アディオスアミゴ。アディオス。